さんこんにちは、のんです。今日はお寿司食べたいと思います。ということでお寿司を買ってきたんで食べながら、なんか話したいなって思います。いや今日もめっちゃ暑い。やばくないですか？やばくないですか？めっちゃ美味しそう。で、ですよね。最近皆さんどうですか？私は、お、ガリめっちゃある。緊急事態宣言がね、結構出てるから、なかなか旅系の動画が撮れなくて、旅系のブログが撮れなくて撮れなくて書けなくて、結構なんかアイディアが浮かばないんですよねっていうので苦戦してます。まああとは結構ね仕事で覚えることがかなり多くて、離島暮らしの時みたいに仕事後に釣りに行ったりとか丘に行ったりとかなかなかできなくて、なんかちょっと落ち着いちゃってるのが怖いなって感じです。いやほんとちょっと前の、私わさびめっちゃ好きなんでちょっと前のプログラミングを始めましたっていう動画の時に、私 HTML、CSS、JQuery とか言ってたと思うんですけど、実際今結構メインでやってるのバックエンドなんですよ。本当に私多分バックエンドは無理だなって思って、そのフロント系の言葉言語を勉強し始めてたんですけど、実際今バックエンドをやっているっていう感じで、いやもう本当に毎日覚えることいっぱいですよ。でもね、そうやってチャンスというか、全然その業界での経験がなくてもチャンスをもらってるっていうので、めちゃくちゃ会社に感謝しております。ということでいただきます。あ、そうなんですよ、今日ノンアルコールビールです。この後勉強しないとなんで、結構真面目でしょなんでいただきます。なんかガリから食べるといいらしいんで、うまっ。なんだろうこれ、サーモンだな、タイかね。うん、なんか貝系だな。私あんまり貝系食べないからなんだかわかんない。これから食べよう。足置きがない。足置きがないな。お疲れ様です。
しぶりにドライゼロ飲んだな。やっぱノンアルコールって感じですね。そう、それで何の話してたっけ。そう、なんかね、セカンドキャリア悩みあるあるかもしれないですけど、なんだろうな、やっぱり周りの人と、私で言ったら周りのエンジニアの方々とスタート地点がそもそも違うところから始まってるで、ここら辺のこうベースでわからないの基準がそもそも違うというかっていうのはすごい最初の頃感じて、めちゃくちゃ丁寧に教えてもらってるんで、すごいありがたいんですけど、でもそこら辺やっぱキャリアを終わってから始めるのと、もうなんだろうな、その専門の人たちは中学校とか高校とか、もう今だったら小学生とかからやってるわけでね、ここら辺のギャップはすごい感じましたね。なんで全然、サーモン行きます。うん、うまっ。うん、全然食べてばっかり喋れないな。そうなんで、頑張んないとなって感じですまとめ方が雑でなんですよ。でも結構やっぱスポーツやってきたこととか、私の場合チームスポーツやってきたことって結構いろんな形で生きたりもして、なんかね、いろいろつながってんなって思いますね。うん、わさび、うん、なんかこんな、なんか真面目な話しようと思ってなかったのに、めっちゃいい天気なのに今日。なかなかね、まだ外に自由に出れないというかね、緊急事態宣言とかまん延防止策とか、なんかでもヨーロッパの方は夏に向けて結構規制が緩まってきてるみたいですけどね。難しいですね、いろいろ。そう、それで今日一番話したかったというか、相談したかったというか、まあ結構私の YouTube もブログも旅とか、まあサッカーのこともちょろちょろ書いてるけどがメインなんですけど、今ちょっとネタに苦しんでいて、苦しんでいてというかなんか比重が結構仕事になっちゃってるから、そういう時な、あんまりアイデア浮かばないんですよね、もう私の場合は。なんでなんか皆さん
アイディアあれば欲しいなみたいな感じです。こういう動画撮ってほしいとか、こういう記事書いてほしいとかあれば、なんか自分が思ってもなかった記事が結構伸びたりまして、わかんないですね本当に。私こうやって旅系とか言ってますけど、私のブログで一番伸びてんの iPad の記事ですから全然関係ないっていうまさかの iPad の記事が一番読まれてるっていう、それだけ検索する人が多いんですよねきっとね、 iPad に関して。ん？これはアナゴかな？うん、今んとこサーモンが1位だな。うん、昨日めちゃめちゃサッカーを見たんですよ、ダゾーンで。なんか昔とっていうか、私が現役だった頃と変わってる部分もあれば変わらない部分もあるなっていう感じですよね。でも常に進化してますよね。までこそ VR とか普通だけど、ちょっと前なかったし、ほとんど全部の試合を見れるって今すごいですよね。うん、ということで今日全然話がまとまらないんですけど、まあそういうことですよ。アイディアが浮かんでないから全然まとまらないっていうグダグダな感じになってますけど、まあお寿司でも食べながら。皆さん寿司ネタで一番好きなの何ですか？私はね、ブリですね。ブリと、まあうなぎも好きだし、ブリ、カンパチ、ハマチみたいな白身の脂が乗ったやつが好きです。ね、お刺身だったらね、やっぱソイが一番好き。ソイ、利尻で食べたソイはやばかったです。これおいしい。来るわ。本当になんかすりたてのわさびとかってツンってこないらしいですよね、鼻に。なんかもう今日全然話がまとまんないんで、まあいつもまとまってないですけど、今日は終わりますということで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお楽しみに。バイバーイ。